宝福寺は、岡山県総社シイジリアにある臨済州東福寺派の寺院である。三号は井山。本尊は国蔵菩薩。宝福禅寺とも呼ばれる。室町時代の画僧雪舟が修行したことで有名な寺院である。宝福寺は創建の年代は不明であるが、天台州の僧、日輪によって開かれたとされ、元来は天台州の寺院であった。 鎌倉時代の上映元年に、備中国新壁出身の前奏、生倉案、里氏里氏によって禅寺に改められた。当時の天皇であった四条天皇は病気となっていた。生倉案が天皇の病気併誘のために祈祷を行ったところ、断前に客星が落ち、天皇の病気は併誘したという。星が落ちた場所に井戸を掘り、戦車区位と名付けた。これが、 産後、伊山の由来となった。その後、寺院は天皇の直眼寺となり発展した。一時は、達中、学院五十五、松寺三百寺を数えるほどの巨殺となり、流星を誇った。戦国時代に起こった備中平乱のため、天正三年には、三重島を残しがらんのことごとくを戦火により失った。その後、江戸時代に至るまでの間は後輩していたが、 江戸時代初期に復興され、再び山門、仏殿、法上、栗、禅道、修郎、胸像の禅修様式なら動画欄を備える、本格的な禅寺となった。本堂にあたる仏殿は、教皇20年に再建されている。秋は紅葉の名所として有名である。政治家の橋本良吾、龍太郎夫子の墓がある。室町時代、備中国赤浜に生まれた雪舟は、 少年時代ここで修行を行った。幼少より絵が上手であった、摂州のエピソードとして、ネズミの絵の話が残されている。絵を描くことが好きであった、摂州少年は修行もそこそこに絵ばかり描いていた。修行に身を入れさせようと禅師は摂州を柱に、縛り付けて、反省を促した。夕刻、様子を見に来た禅寺は、逃げようとする一匹のネズミを見つけ捕まえようとしたが、 動かなかった。よく見るとそれは摂州が流した涙を足の親指で描いたものであったという。それ以来、禅師は摂州の絵を咎めなくなったと言われている。現在この時の床板は取り外されている。以上、平成21年1月8日及び同年4月28日登録。各建物は江戸時代中期から明治時代にかけての混流である。所在地、 岡山県総社市いじりや1968総社市ホームページ。ありがとうございます。